ラー B 線はラーの5つの路線のうちの一つである。B 線は南北方向の幹線である。シャルルド・ゴール空港とオルリー空港を結ぶ役割やパリ市内などから両空港へのアクセスを確保する役割もある。空港利用客を狙った強盗やスリといった犯罪が多発している路線であり、在フランス日本国大使館が被害事例を添えて注意喚起を行っている。 B 線の南北間は、リュクサンブール駅をターミナルとして南方に伸びていた、総線を改良して使っている。パリ市内の地下新線は、リュクサンブール駅から北上して、シャトレ・レアルで、ラ・ー A 線と接続し、パリ北駅で在来の駅の地下に達している。北部区間では、パリ北駅の先で地上に出て、パリミトリ線と、オルネー、ロア CCDG 線に接続している。 1983年からパリ市内を南北に縦断する地下新線の全通により南部、北部の直通運転が行われている。A 線と同様に B 線も歴史的経緯からラトップとフランス国鉄の2車が運行に当たっている。2014年1月現在、平日ピルマ時と休日は平日ラッシュ時には南高部で複数の停車パターンを持つ急行が 運転される。ラーの車両1979年収益の単一系列が運行に当たっている。ミ79はラトップの系列名で31編成はミ 79A、38編成はミ79バイト、SNCF での系列名は Z8100 で50編成。A 線と同じようにラトップ区間は直流1 5 0 0ボルト SNCF 区間は、交流2万5000ボルトの遺電源なので、硬直流用車両である。1998年には、改良型のみ84系が投入された。パリ北駅とシャトレレアルの間は、ラー・ディーセンと線路を共用していて、ラッシュのピーク時1時間では1方向あたり33本の列車が運行され、世界の都市鉄道で最も列車密度が高い区間の一つとされる。 フランスレールパスではパリ北 CDG2 件のみ利用できる。ラー全体でも同区間のみである。ありがとうございます。